G7 サミットの開催支援組織広島サミット県民会議は会議で使った円卓などゆかりのものを常設展示する準備を進めています今日開かれた総会には自治体や企業などの代表が出席しました会合ではサミットの総括や開催中の交通量が53.8%削減されたことなどが報告されましたまた県民会議は 首脳が会議で使った円卓や椅子、贈答品などゆかりのものを広島市内で常設展示する準備を進めています平和のことについてあるいは広島のこの魅力について多くの皆さんにまた考えていただきたいとこれに先立ち県民会議は広島市と協力し広島国際会議場で7月下旬から8月末まで首脳が記帳した法名録などを一般公開する予定です